はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。今回はおすすめのアプリをご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで今回紹介するアプリなんですけど、最近映るんですっていうこういうカメラが流行ったと思うんですけど、それって結構使い捨てだったりとか、実際使ったことはないんですけど、なんか結構撮れる回数が少ないって聞いていて、で欲しいなと思ってたんですけど、回数も少ないってことだったし、ちょっと買うのをずっとずっと先延ばしにしていて、結局買わなかったんですね。で最近ツイッターでも結構話題になってると思うんですけど、その映るんですに激似なフィルターになるアプリが登場したんですよ。それがこちらの富士というアプリになります。はい、では実際に開いていきます。まず開くとこんな感じで、まだ画面は自分の顔とか見えてないと思うんですけど、これを実際にこの左上のところ、カメラを覗くような感じで顔を近づけてみます。はい、そうするとこんな感じで外の画面になります。でこの右上のこの画面切り替えマークを押してもらうと、こういう感じで内側になります。でこれでまあ自撮りとかしたいときは撮っていきます。でこの右下の丸のところで撮っていきます。実際に撮ってみます。はい、今撮りました。で撮った後すぐはちょっとこんな感じで、まだ画面が切り替わってないんですけど、この右上のラブラボ LAB っていうところを押してもらうと、今こんな感じで、私がこの前々に使ってたやつなんですけど、こんな感じで撮ったのが出てきます。はい、今撮ったのはこんな感じになっています。もう本当にこれ撮るだけで結構勝手にフィルターをかけてくれるので、すごくおしゃれな感じになります。でもう少し雰囲気を出したいなっていう時は、このカメラ撮るマークの上にあるフラッシュを押します。でこれのおすすめなんですけど、これは内カメで撮るんじゃなくて外カメで撮った方が結構雰囲気が出るので、外カメにしてから、まあ、こんな感じで撮っていきます。はい、こんな感じで撮れました。でまたフォルダを開いてもらうと、こんな感じになっています。本当に結構ね、味が出るっていうか、私も以前何回か撮ったんですけど、まあちょっとこんな感じで周りがぐちゃぐちゃでも、すごいフィルターがおしゃれなので、結構おしゃれな感じに見えるかなと思います。これとかも外カメで増やしたいって撮っています。はい、こんな感じで、ポップコーンでもねこんなにおしゃれに撮れるので、すごくいいなと思いました。というわけでこんな感じで、私が最近おすすめする映るんですに似たアプリは富士というアプリでした。 Twitter でもこのアプリを使って写真を撮って画像を上げたら、何のアプリですかっていうコメントが結構来ていたので、今回動画にしてみました。もう本当にいろんな方が使っているので、知ってる方多いかなと思うんですけど、またなんかちょっとこういう撮り方はおすすめだよっていうのあったら、皆さんも教えていただけると嬉しいなと思います。コーディネート撮る時とかに結構おすすめかなと思いました。やっぱり自撮りになってくると明るめの画像がいいとかあると思うので、まあ、好き嫌いは分かれるかなと思うんですけど、ちょっとなんかもうその風景とか撮るときにおしゃれな感じにしたいなって思ってる方だったら、結構このアプリ使えると思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。はい、今回はこんな感じで富士っていうアプリをご紹介してみました。少しでも参考になれば嬉しいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。 Thank you.